ラーヘル・ファルンハーゲン・フォン・エンゼラーヘル・ファルン・ハーゲン・フォン・エンゼは、ドイツのユダヤ教徒の女性で、サロン主催者。文芸批評家、カール・アウグスト・ファルン・ハーゲン・フォン・エンゼの妻。元の姓はレービン。商人のマルクス・レービン・マーカス・レビンと、ハイエ・チャイエ、レビンの娘として、ベルリンで生まれる。1820年代にサロンを開くが、ベルリンドマン派の中心地となり、哲学、文学、 芸術の各界の論客が訪れ、賑わった。類い稀な知性と豊富な話題が、周囲に人気と反響をもたらしたと言われる。また、ユダヤ教徒解放、女性解放について、積極的に発言した。死後、2冊の書簡集が出版された。フォン、カール・オーガスト・ファルンハーゲン・ハーウス・ジゲベニエ・ジチオネン、フォンル・ド・ミラー・シング・ハーウス・ジゲベニエ・ジチオネン、 根うえれいじきありがとうございます。